じゃあ次、あ、じゃあ太ももつながり、人からでも春巻さんからいただきました。かなちゃんもふ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 。先日大橋彩香さんが、おう、太ももは太いから太もも、何も気にすることはないという名言をツイートされていました。おー、何も気にすることはない。あ、太いのが気になるってことか。気になる子がいると、でも気にすることはないよ、太ももは太ももなんだものっていうね。なるほどね。これはかなちゃんも太もも好き声優としては負けていられませんね。何か太もも名言をお願いします。太もも名言って何なの、言いにくいし、太もも名言。あ、そう、こないだね、あの美味しい日本酒の話もしたけれども、あのね、美味しいアジのなめろうを食べたの。そう、美味しいアジのなめろうを海苔に巻いて食べたの。すっごい美味しくて、あ、そうか、海苔で巻くとこんな風味になるんだと。なんていうかこう、なめろうだけだと結構味が強めなんだけれども、海苔を巻くことによってちょっとマイルドになるし、歯ごたえも加わってとても美味しいと。これは女の子の太ももになめろうを乗せてみても、きっと、そっちの方が、美味しいんだと思う。負けないよ、その目には。なめろうプラス海苔だけ、なめろうプラス太ももだったら最強なんじゃないかなって思ったんだ。この歌よりを見てね。太もも単体の味がわかんない。太もも単体の味？そんなのあれだよ。想像にお任せするよ。それは、なんていうかな、マジとかじゃないんだよね。なめろうって名前もいいしね。なんかこう、やめよう、この話。あ、23時の番組だからいっか。そうだよね。そうだ。うん。でも、20歳の子とかも聞いてるんだった。やめよう。ラジオネームイコルさんからいただきました。ありがとうございます。かなさん、もふ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 。この前初競馬で3万6000円も当てられたと言われていましたが、僕も初競馬で当たったことがあります。といっても馬連で100円しかかけていなかったので1560円という寂しい結果でしたが、それでも当たった時はすごく嬉しかったです。僕の場合それ以降全くダメで競馬から遠のいてしまいましたが、やっぱビギナーズラックあるんだね。それ以降ダメって、なるほどね。カナさんの話を聞いてまたやってみたくなりました。もしカナさんが馬主だったらどんな名前をつけますか。それですよ、私もう決めてんだ。あのさ、そのパドック、そのあのこれから走る馬とジョッキーさんが一緒にうろうろ歩いているところ、あそこに行ってね、こうお尻を見るわけですよ。絶対あ、このお尻やる気だなみたいな、この馬な、本当になんかね、やっぱお尻に何かを感じたんです、私は。お尻は入れたい、うん、お尻は入れたい。で、この前私なんだ先々週ぐらいかな、太ももになめろうをこうかけるのいいみたいなのあったじゃないですか。だからお尻なめろうっていうのはどうですか。馬の名前。お尻なめろうはインパクトありますよ。インパクトあるし、お尻が、だって、なんていうか、すごい走りそうじゃない？すごい走りそうだし、なんかすごいこう、なんか、初めてさ、競馬に行った人、のさ、心に刺さりそうじゃない？なんか、あ、なんか面白い名前入れてみようかみたいな。応援されるよ、この馬は絶対に。お尻なめろう。ちょっとほら、妖怪みたいだし。まずこなさそう。そんなことないよ。なんかお尻でいろいろ考えたんだよ。お尻美人とかさ。うん。なんか、でも、なめろうがなんか一番、うん、一番、あ、なんかぴったりみたいな、なったんだよね。はい。じゃあ。いっか。
かいいか。